見た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 、ノープ見た。やばすぎて取り乱しちゃった。取り乱したと彼は言っていますが、見た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 。やめろってのあるだろうが、演出ってもんが。あれ、ジョーダン・ピール監督のノープという映画の話をします。こんにちは、貝柱です。いただきます。ね、本当に公開されましてですね、待ちましたね。ジョーダン・ピールはね、ゲットアウトとかアスとか、去年はね、キャンディマンっていうのをプロデュースだけね、されていたと。あれも面白かったですけどね。で、あとまた3作目だと。でね、僕の大好きなスティーブン・ヤンも出ててねでもジョーダン・ピールの映画の中だと割とでもストレートめな感じでしたね。熱すぎてさ、最後あたりとかもやったもんね的なハンドサインですけど、どんな人におすすめか、変わったホラースリラー映画が見たいよと。まあというか、もはやホラーではないとはもう ここまで来ると思うけど、まあ一応でもそういう風にまあジャンルとしてはなっとるから、うん、で、あのホラー苦手な人とかも全然見れると思う。その見たことある人ぜひね、感想書いてもらってね、うんこ漏れたよとか、私はおしっことかね、まあ思い思いの排泄物を垂れ流してもろて。これもストーリーにかけてるから、今僕今うまー。新作の映画なんでね、クライマックスがどうなるとかって話はしないんですけど、とはいえちょっとだけやっぱそのネタバレも含んだ話とかしちゃうんで、嫌な人はあらすじくらいまでで動画は止めとってください。どんなあらすじかというと、田舎町で牧場を経営している家族がおります。ヘイウッド家っつって、もうでけえ敷地があるわけですよ。長男の OJ っていうのとお父さんがですね、まあその牧場でなんやかんややってるわけですよ。どうしよう、今日も頑張ろうかいなみたいな、もう晴れてるわけですよ空。ああってつってたら、ヒュン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 、なんか落ちてくるんですよ。ヒュン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 、なんだなんだ親父、なんだ今の。 OJ が振り向くと、お父さん、まあ、馬に乗ってたんですけど、うなだれてて、パカラ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 、親父ブサーぶっ倒れるわけですよ。で、見たらさ、親父の目ん玉に何かが貫通してて絶命で、馬もヒヒーンとか言って、馬のね、セクシーなケツにさ、鍵が刺さってるんですよね。ほんで、ノープっつってタイトルが出るわけですよ。始まった、始まった。まあ、これは飛行機からのその落下物の事故っていう風に処理されたんですよ。飛行機からこういろんなものが落ちちゃって、ヒュンヒュンヒュン、それの一部が当たって死んじゃったよと。だけど OJ 納得してないんですよね。これ親父がそんな最悪の奇跡で死ぬかと。納得せずに日々を過ごしていたらですね、また空、雲の合間を、クソ速い飛行物体が横切るのを見たの。OJ、夜空にさ飛んでるわけですよ。なんか人の叫び声みたいなのが、それが通ると聞こえんの。明日来てくれるかな、マネージャーに聞いてみる、スケジュールの確認だけお願いします。聞こえるんすよね。でもうすっごい、いや奇妙な音立ってて、ブーンブーンブーンみたいな、マジ気持ち悪い音立ててんすよ。あれは未確認飛行物体 UFO だと。うちの親父やったのあいつやでみたいな話を妹のエメラルドにもしてみてさ、したら妹のエメラルド、エメラルドでよっしゃーみたいな、収めてやりましょうっつって、ホームセンターとかでカメラを買ってね、バーってその広大な敷地に仕掛けまくって、これで UFO 捉えてバズらせたら、おら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 、お金持ち、おら
よっしゃっつって撮影することになるんですね。で、こういろいろこんな、それ調べていたらですよ、雲ってほら、ボーって動くでしょ、雲は風に乗ってさ。で、監視カメラでそうやって雲を見てたらさ、動かない雲がいっぱいあるんですよ。他の雲はグイーって時間の経過とともに動いてるのに、その雲だけポッって、まるでハリボテのように、あーはーんってなるじゃん。あーはーんって。ね、よっしゃ、これ、もっと完璧に映したろうっつって、励む OJ とエメラルドたちですが、そんな彼らを想像を絶する事態が待ち受けていたのである。というお話です。見といで見といでああ面白いから見ておいで。冒頭でね、チンパンジー、血まみれのチンパンジーがなんか部屋でという謎の映像が流れるんですよ。傍らになんか人が倒れてて、これがめっちゃ不穏なの。え、始まるぞ今から、やばいのが。これっていうのはエピソードの中で軽く触れられるチンパンジーのゴーディっていうのが、昔そのテレビショーの中で、日本でもあるでしょ、そのチンパンジー飼いならして、その動物かわいいねみたいな番組、あれみたいな、まあホームドラマテレビがあったわけです。そこでチンパンジーのゴーディが急に暴れ出しちゃって、もう人間たちをすごい、その撮影スタジオがもう大惨事、みんな大怪我してみたいな、頭バコンバコンにぶっ潰して、そういう昔惨劇が起きたんだよっていうちょっとお話がチラッと入るわけですよ。まあそのチンパンジーの映像なんですけど、冒頭の。だから人間の行き過ぎた欲とか、自然に対する付き合い方とかね、いろいろ本当テーマがあって、ジョーダン・ピールっていうのはやっぱそういう、なんていうか社会的なメッセージもね、こうエンタメの中にたくさん含んで映画にする人だから、今回もそういうのがありますよっていう感じ。もうちょっとだけね話そうと思うんですけど、中盤以降のネタバレ、 UFO のまあちょっと正体の話とかやってしまうので気をつけてください。ただ具体的にそれが何をどうしてみたいな、その展開の話は一応伏せときますけどね。はっきりとしたその UFO だから追っていくわけですよ。その正体が判明、その UFO って、 UFO 本当にあのみんなが想像するようなああいう円盤型のやつがさ、飛んでるんすよ。もうさ、この見てくれがまずすげえ怖いんですよね。夜のさところをさ、なんかえっえっえっってこう下から人をこうブワーって吸い上げていって飲み込んでいくわけ。なんか会場、イベント会場みたいなところでもさ、人々をさ砂煙とともにブワーブワーって巻き上げていってキャーみたいな、で吸い込まれていって、中身も見えんの、その UFO の。なんかビニールシートみたいなのがモコモコモコって捨てて、その間を人がヒューみたいな、それを見てる間に、え、何これみたいな、え、 UFO だよね、 UFO、 まあ、え、見てたらわかるわけですよね。いや、あれは UFO じゃねえ、 UFO じゃねえっていうか、あれ、あいつ生き物だみたいな、生き物という生物だと。その目がその有機物を吸い込んで中でこう栄養にしているんだと。そいつは目が合うと吸い込んでくるから、もう来たら下を見て、もう目を見てはいけない、目を合わせちゃいけない、下向いてもうブン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 って飛んで、もうめっちゃもうやばいやばいみたいな、こういうと目合わせたらやばい、なるほど生き物と来たかと。で、上から降ってきてたものはそいつが要は体内から出した、要は排泄物じゃないけど、金属類とかは溶かすことができないからさ、体内で。それが落ちてたと、どんどんどどどどがどがどがと。だから序盤それに親父は当たって亡くなっちゃってたみたいな。マジで怖いの、それが。さあ、もう暗闇の中で雨がザー降っとる中で、モワーンって家の上まで来てさ、いらんもんをだから出すターンですよ。ドッシャーって出すわけ。そしたら雨とともにその赤い雫がドバ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 ーみたいな、吸い込んだ人の血をドバドバドバって出してて、めっちゃ怖いんですよね。すっごい嫌な、もう怖いの、不安煽る音バッバって、しかも人伸び込んだら人の叫び声もさ、ギャーみたいな、もうめっちゃね、あのエヴァンゲリオンの使徒っぽくねと思って見たらね、ちょっとね参考にしてるって書いてた、やっぱり使徒のルックは。そう、本当にこの後この円盤状の生物がね、変身するわけですよ。その形がさ、
もう使徒やん。謎の円盤状の生物をジージャンって呼ぶことにするんですけど、ね、要はガワよガワ。もういいネーミング本当に。でそのジージャンってやつはが近づいたところは、一定の距離近づいたら電気が使えなくなっちゃうんですよね、その辺周辺。だから普通の手持ちカメラだとそいつの姿捉えることができないから、どうするかって言ったら、カメラをね手持ちでこうぐるぐる回して発電して撮るみたいなやつ使うの。しかもそのカメラ IMAX カメラなんですよ。結構バカでかいやつになんかハンドルかなんかつけてクワーって回して、それ飛んでるGジャンをこう撮ってるみたいな、すげえ先進的な道具使ってんのに手動っていう、これはちぐはぐな感じっていうかね、もういいっすよね。絵面が超面白いですよ。だからガリ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 で、結局恐ろしいものがいるっていう話なんですけどね。それが人間我々をこう食べてるみたいな。だけどあくまでその兄弟たちの目的はこいつをカメラに収めるぞっていう、それなの。オッケーオギャ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 みたいな、うっしゃーとかってやんの、うっしゃーみたいな、あれやってうっしゃ撮るぞーみたいな、あのこのすげーねエネルギッシュなね勝負ですよ本当に。これがいいですよね、めちゃくちゃ熱いんですよ。だからもうその兄弟がさこうやってってやるんだけど、これは真似したくなるね本当に。クソ熱い展開にね最後になりますからね。コメント返し、変態村の動画のコメント、サラ、私の変態なところは貝柱のツイッターを通知オンにしてるところです。ありがとな、後ろめたい、あ変態やなって思いながらやってくれてるんだ、通知オンに。私これ友達に貝柱見てるってバレるのちょっと怖いけど、まあオンにしといたら、ありがとう。ありがとう。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。